今、見ていただくロボットの概要なんですけれども、資料の12ページに記載がございます。では実際に、ロボットが動く様子、これからお見せさせていただきます。そのアプリケーションの種類が違うんですけれども、今どんどん入力してもらってるということですよね。そうです、はい、でもなんかこうどうですか、この機能が自分たちの会社に生きるみたいな場面思い浮かびます？なんか一応ね、お客さんのデータとかあるかもしれないけど、それをどう入れるね、なんかこういうロボットに頼った方が早くなるんですかね。多分僕たちまだそんなにイメージが湧いてないと思うんで、買取で画像認証みたいなので買い取って、買い取ったカードも顧客情報も全部自動できるサービスは確かにあるんですけれども、どこが違うのかというところなんですが、従来の BPO 人間がやるアウトソーシングの問題点として、じゃあ真面目な話をしてもいいですか。なんかロボでそのコストカットされるイメージがあんま湧かなかったんですけど、皆さん湧きました？僕がうとうとしてる間に